令和元年10月19日、大阪鶴見緑地球場にて、2019X リーグディビジョン3ウエスト、キリックストヨタブルファイターズ対クラブベアーズの一戦が今から行います。試合開始12時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラー、えんじのユニフォームがキリックストヨタブルファイターズ。奥側ホワイトのユニフォームがクラブベアーズです。キリックスキックオフ、ベアーズリターンで試合が始まります。パス成功、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア41番。しかしこれは11ヤード前進できず、攻撃権更新になりませんでした。攻守交代、ターンオーバー。ナイスラン、ファーストダウン。クラブベアーズファーストダウン。インターセプト。クォーターバック4番、エンドゾーンに向けてのロングパス。しかしこれを取ったのはキリックス1番。攻守交代です。ターンオーバー。キリックスファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。キリックスファーストダウン。中央へのランプレー、16番、ファーストダウン獲得です。タッチダウン。ワイドレシーバー9番、クォーターバック3番からのヒッチパスをキャッチアンドラン。相手タックルかいくぐり、エンドゾーン飛び込み、タッチダウン。キリックス6点獲得。パス不成功。ベアーズスペシャルプレー、ランニングバックに入った4番がピッチを受けてからパス。このパスをしかしレシーバー2番はキャッチできず、パス不成功です。ベアーズナイスディフェンス。プレーはドロープレー、パスに見せかけたランプレー。キャリア16番。QB サック。パス成功、ファーストダウン。このキックはリフレクトされ失敗。フィールドゴール失敗で攻守交代です。ターンオーバー。
パス成功。ナイスゲイン、ファースター。パス成功。タッチダウン。ランニング枠に入ったクォーターバック4番、ピッチプレーから右オープンへのスイープラン、パスフェイクのままそのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。クラブベアーズ6点獲得。パス不成功。パス成功、ファースター。キリックス、ファースター。パス不成功。ターンオーバー。ここでキリックスドロープレー、パスに見せかけたランプレーでキャリア16番が中央突破しましたが、この時にボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのはベアーズ、したがって攻守交代、ターンオーバー。ここでホイッスル、両者同点です。プレーを選択します。ギャンブル、パス不成功。クォーターバック6番、右スプリントアウトからワイドレシーバー2番へのパス、しかしこのパスは通らず、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカー25番、キックレングス37ヤード、フィールドゴール成功。キリックス3点獲得です。キリックスとはゴルファイターズ9点、クラブウェアーズ6点。ここで試合時間がなくなりました。キリックスとはゴルファイターズ9点、クラブウェアーズ6点でキリックスとはゴルファイターズの勝利。キリックスサヨナラフィールドゴールでの勝利です。 日本社会人アメリカンフットボール協会主催X リーグ2019、X リーグ X3 西日本地区第3節、本日の第1試合 B ブロック、キリックストヨタブルファイターズ対ベアーズの試合をご覧いただきましたように、9対6でキリックストヨタブルファイターズが勝利いたしました。ご来場の皆様、長時間にわたり激戦を戦い抜いた両チームの選手にもう一度温かい拍手をお送りください。本日は鶴見緑地球技場にご来場してくださいまして誠にありがとうございます。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2019、 X3 西日本地区第3節、本日の第2試合 A ブロック磯野スーパースターズ対トライスターズの試合は、
試合開始5分遅れです。5分遅れ。このあと14時15分キックオフ予定です。今しばらくお待ちください。本日は鶴見緑地球技場にご来場くださいまして誠にありがとうございます。